ごま、今日は、じゃじゃん。待ちに待った、フードスタンドが届きました。エルズスタンド大阪さんから、オーダーメイドで作ったフードスタンドが届いたよ。みんなさん、開けます。ごま、新しい兄弟だよ。ふう、わお、わお。ステーキなんか入ってる。食べ物にこだわる時代がいいから、食べ方にもこだわる時代。その通り。食べやすさの追求ってことで、口元から ねえねえ、段ボール食べないで、食べないで、お願いだから。ちょっと、あーじゃない、もう私の食っとけ。口元から食道、胃と漢数字の1を書くような環境を提案してるってことで、まあ いっちゃ、まあ普通に市販とかで売ってるフードスタンドって、まあ、絶対犬が前かがみになって、前かがみっていうか頭が垂れて食べるような感じの高さなので、それをちゃんとした姿勢で食べるようにしましょうねっていうところを目指してる感じですね。一応何だったっけ、吐き戻しとかを防ぐことができるって感じですね。ごまは結構ね、吐き戻ししちゃうんですよ、勢いよく早食いしちゃうから。でそれで悩んで、でオーダーメイドしてみたっていうのが経緯ですね。すごい丁寧に梱包されてるよ。開けていこうか。じゃーん、こんな感じです。フードボールだ、ごま。ここにごまって入れてもらいました。かわいい。お手入れとしては一応ここ軽く拭く感じでいいらしいです。一応水をセットしたんですけど、こんな感じですね。ちょうど斜めに向いているので、飲む部分が手前側に来てるっていう感じです、ね、従来のやつがこの高さの水入れだったので、それと比べるとだいぶ高くなった感じがしますね。でもこれがごまの無理のない高さみたいです。じゃあ早速食べていきます。よし、ね、食べる時の姿勢がこの頭が上に向いてて、ちょっと口元が下に下がる、この姿勢が理想らしくて、この姿勢で食べさせてくれるのがこのエルズスタンドっていうフードスタンドです。美味しいね。これ一応下からも取ることができて、よいしょ、待てよ待てよ、こうしたらほら、ワンちゃんが食べてる姿が見れるっていう、それも可愛さポイントですね。じゃあこのフードスタンドを食べ始めて今でちょうど2週間ぐらいなんですけど、吐き戻しが一切なくなりました。食べた、早食いで食べた後にウェーって出すやつ。このフードスタンド、ちゃんと犬の構造に合ったフードスタンドなんだなっていうふうに思いました。そしたら次の動画で会いましょう。バイバーイ。